わっさービアコガイドなすびです。えー、っと、6月の13日と14日の火曜日と水曜日のお話をしていこうと思います。えー、昨日が、えー、YouTube 更新できなかったので2日分の更新となります。えー、6月の13日の火曜日は、えー、山口さん、そしてもぎさん、そして P さんの3名様の、えー、2日目、 のなすびガイドでございました、えー、2日目、最終日なわけなんですけど、えー、その前日、6月の11日の、えー、12日か、の月曜日が、ホッコでバス全員アンダーしまして、えー、何個で、えー、それから何個で、リバウンドスティック5インチのフリーリーグで P さんが2本。 そして山口さんが1本。で、P さんが自己記録を更新したっていう流れで、6月の12日の月曜日の初日が、えー、終わったんですけど、6月の13日の、えー、っと、火曜日は、全員バス、ビアコで釣られた状態だったので、えー、今度は自己記録を更新、または、あの、まあ、一発でかいの、ビアコらしいバスを釣っていただくという、えー 趣旨のもと、リバウンドスティック5インチのフリーリグで、難、え、攻、ー、南オンリーで、二、えー、2日目、最終日は挑みました。で、相も変わらずに、エビもエリアをフリーリグで、ゆさ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 やります。で、えっ、ー、と、昨日の6月の13日、最終日、えー、何、何回丁寧に言うねんって感じなんですけど、あのー、朝からね、風が強くて、 えー、昼ぐらいに晴れ間が出て、まあ、少し風が弱くなるっていう図だったんですけど、朝一の風が強いタイミングで、まあ、風が強いっていう影響は、まあ、釣りがしにくいっていう問題もあるんですけど、まあ、シンプルに、えー、魚が、えー、なぜか <laughs> 釣れなくて、まあ、ちょっとフリーリーリーグがなかなか機能しなくて、 えー、午前中はノーバイトで終了しました。で、昼から、えっ、ー、と、晴れたタイミングで、周りがね、ポロリポロリと魚釣ってるわけなんですよね。で、それを見て、えー、僕は、えー、僕の内心は、焦ったというよりかは、えー、最近フリーリーグで連れ出したら、 結構連発する傾向があるんですよ。というのも、まあ、自愛っていうのが存在するなっていうふうには僕は釣りしてて、このフリーリーグの釣りをやってて感じるんですけど、えー、周りが釣れてることによって、あ、自愛が始まったんだなっていうふうな、えー、解釈になりまして、えー、結構ポジティブな感じで、えー、その周りの方が釣っておられる姿を見ておりました。で、えー、案の定。 まあ僕も結構様子見で投げてたんですけど、えー、僕、リバウンドスティック、えっ、ー、と、山口さんともぎさんと P さんのお三方にはリバウンドスティック 5, 5インチのフリーリーグを投げていただいてたんですけど、えー、僕はちょっと変化を、まあリバウンドスティック5インチが釣れてる、釣れるのは、もう、 分かってる事,事実なので、えー、ちょっと変化、新しい風がなんか見つからないかなっていう風な思いで、ブルースレンダー4.7インチのフリーリーグを投げていました。僕は様子見で。で、えー、先日、先日が、ね、数日前もリバウンド、えー、リバウ、えー、違う違う違うブルースレンダー4.7インチで釣れてたんですけど、まあまあ投げてて、それで僕に、その周りが釣れ出したタイミングで魚釣ることが、 できました。で、そこから、まあ、今から試合始まってますよ、チャンスですよっていう感じで、お三方に投げていただいて、で、それからもなんか、あんまりやっぱ釣れなくて、俺なんか難しいなと思いながら、まあ、でも夕方になれば、あの、またチャンスが来るなっていう、まあ、夕方結構釣れることが多いんで、えー、夕方チャンスですねっていうお話をしてたんですけど、えー、まさかのゴロゴロエネルが登場して、雷ゴロゴロエルトールが、 エルトールはなんてないか。あの、まあ、雷予報の、まあ、恐ろしい雨雲がね、来たんですよね。で、えー、っと、風もね、強くなったタイミングで、まあ、安全第一で、えー、終了となりました。えー、なので、二日目はちょっと悔しい気持ちに、えー、悔しいを、 悔しい気持ちだったんですけど、えー、ちょっとね、最後できなかったっていうは、は歯がゆさもあるんですけど、まあ安全第一で、え、やっておりますので、えー、今回は、このような結果で終了となりました。山口さん、もぎさん、P さん、ありがとうございました。本当に、いや、どうもっていう感じでございました。で、えー、そのお三方は、本日6月の14日の、え、水曜日なんですけど、もう今、 道中今帰られてると、茨城県にね、帰られてると思うんですけど、午前中ちょっとおかっぱりをして帰るっていうご予定で、え、今朝ね、今朝 LINE が来まして、あの、ま、おかっぱりで、え、釣れてるというような情報をいただきまして、え、ちょっと僕は嬉しく思いました。よかったです。あの、二日間で、ま、初日しか魚が触れなかったので、えっと、また魚釣ってほしいなっていう気持ちもあったので、え、三日目の えー、最後のおかっぱりでお三方が釣られて、すごい釣られてる報告を聞いて安心しました。えー、ということで多分、もうそろそろ茨城に到着されたんじゃないでしょうか。あのー、お三方また、夏日ガイド遊びに来てください。よろしくお願いします。で、本日の、えー、6月の14日の水曜日なんですけど、えっ、ー、と、那須ガイド常連様の瀬田さんに遊びに来ていただきました。瀬田さん、いつもありがとうございます。 で、朝から、えぇ、ー、に行きました。で、今日の天気は、風が、まあ、そんなに強くなくて、まあ、雨が朝だけ降るっていう感じでしたね。で、えー、北の方が北、北、えー、北風の1メートルくらいの予報だった、予報だったんで、弱いんですけど、まあ、北風っていうので、ちょっとね、北風の場合、北ッは少し風が、えー まあ、荒れやすいっていうイメージが僕の中、僕の中であるんですけど、まあ、案の定少しね、少しだけ風が吹いてるっていうような状態でした。で、えー、っと、まあ、IG 系からスタートするんですけど、えー、魚が全然ついてこなくて、で、まあ、いろいろとやるんですけど、まあ、結構ね、惜しい展開とかもあったんですけど、魚が触れずに、えー、何個に、えー、入りました。で、何個でも、えー、っと、いつも同様、フリーリーグの釣りを やっていくんですけど、まあ、なかなか今回ちょっとバイトがなくて、まあフリーリーグ6月いっぱいぐらいまではチャンスだなと思ってるんですけど、まあちょっと周期みたいなのがありまして、今ちょっと難しい周期に入ったんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってるんですけど、ただそのフリーリーグがダメだからといって、えー、全く釣れないわけじゃなくて、えー、魚が大きく移動してるわけでもないと思ってるんですけど、その、ただただ口を使わないだけなので、フリーリーグじゃない、 違う何かをアプローチしたら、えー、釣れるっていう考えで、えー、やってるんですけど、えー、そこでセタさんはね、あの、マシンガンローテーションっていうね、異名、異名を持ってるんですけど、まあ、僕が勝手に、勝手に言ってるだけなんですけど、えー、めちゃめちゃローテーションするんですよね、セタさんは。あのー、で、ローテーションしすぎるのは、 あのー、まあ、リズムをつかむのがすごい難しくなっちゃうんで、あまりおすすめはしてないんですけど、え、セタさんの場合は、まあ、これは来てくださってる皆さんにも言える、えー、ことなんですけど、やっぱり、たまにの休日で、えー、ビアコ、まあ、今回セタさんは2ヶ月ぶりのビアコということで、えー、やっぱりね、あのー、息抜きでもありますし、遊びなので、えー、いろいろ試したいっていう思いを僕はセタさんからお聞きしてて、えー、感じ取っているので、全然、 マシンガンローテーションは、あのー、まあ、賛成派ですね。はい。えー、セダさん結構お好きにやるので、あのー、僕もね、普通に自分で釣りしながらチェックしたりとかもやるんですけど、セダさんは本当に休日を楽しまれてるっていう感じが、えー、伝わってくるので、全然 OK っていう感じで、えー、マシンガンローテーションをね、僕は、えー、いつも見て楽しませていただいてるんですけど、まあ、そんなマシンガンローテーションセダさんが、えー、っと、まあ、いつもの毎度の何個でエビモを エビもエリアを巡っていくんですけど、えー、結構ね、いろいろやるんですよね。猫リグだったりとか、あのー、まあ、キャロだったりとか、ま、いろいろやるんですけど、えー、ちょっと僕がいつもフリーリグをやってるエリアで、ライトなリグをね、えー、投げて、張ったんですよね。まあ、もちろんスピナーベイトとか、ビッグベイトとか、ちょっと強気な釣りもね、へ、マシンガンローテーションしながらやっていくわけなんですけど、そのライトリグ、えー、の、そのスピンナッツっていう OSP 社の、えー、ワームがあるんですけど、それの、 キャロで、ギルが釣れたんですよね。ギルが釣れて。で、そこから、まあ、そういうライトリング系を入れていくんですけど、まあ、ポロリポロリとね、なんかバイトがある感じがするんですよね。まあ、残念ながらね、バラしたりとかして、えー、取れなかったんですけど、えー、まあ、そんな感じでね、結構反応が、生命感はある。まあ、ギルバイトもね、結構あるんで、生命感はあるなっていうふうに感じました。で、最後、風がね、ちょっと、 ちょっとだけ気持ち吹いてたんですけど、まあトップとか、まあサブサーフェイスの釣りではちょっと厳しいなっていう天気が一日続いていたので、北風の1メートルが続いてたので何個でもちょっと風吹いてたんですけど、あのー、まあ最後夕方のタイミング、夕方というかまあちょっと夕方前ぐらいのタイミングで、風がね、なくなったんですよね。で、これトップ出そうだなっていう風な天気で、 え、まあ、時折ボイルも結構起こるんですよね。で、でトップだとまだ、まあ、出ないこともないかもしれないけど、ちょっと落としたレンジ、サブサーフェイスの釣りをちょっと僕も試してて、で、僕のタイニークラッシュ、タイニクラッシュでちょっとちょん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 、エビも回りをやってたんですけど、それでバースーンってバスが食って、えー、まあ、それ残念ながらね、目の前でバレちゃったりしたんですけど、えー、最後サブサーフェイスでちょっと締めようかなって思ったんですけど、あのー、セタさんのね、リールが、 ちょっとね、壊れたりとかもしまして、壊れたりというか、まあ、ハンドルが取れちゃったりとかして、なかなかリズムがつかめなくて、えー、ちょっと早上がりという感じになりました。あのー、マシンガンローテーションの瀬田さんは、来週もね、レンタルで出られるということなので、あのー、超過、ぜひ釣っていただけるように願っております。そんな感じの一日でした。瀬田さん、一日ありがとうございました。というわけで、6月の13日と、 14日のナスビガイドのお話でした。えー、っと。ビアコ、今、ちょっとフリーリーグがね、釣れない周期に入ったのかもしれないですけど、まあまあ別のやり方で、なんとか絞り出せる。まあ山線後の脳神ーとか、坂又シャットの脳神ーとかをズルズルするのもありじゃないかなっていうふうには予想しておりますので、えー、っと、あさって、ナスビガイドに来ていただける、えウゆうさんはじめ、えー、その後の方々、 のゲストささんも楽ししみにしてくださいはというわけで、6月の13日と14日のお話でした。皆さん、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。